ドナルド・マクモナグルはアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士で3度の宇宙飛行を経験した。1997年8月15日にケネディ宇宙センターの打ち上げ責任者となり、スペースシャトルの最後の準備、打ち上げ、着陸後の機体のケネディ宇宙センターへの帰還等を担当した。ミッションマネージメントチームの議長も務め、打ち上げの最終決定権を持った。 マクモナグルは1952年5月にミシガン州フリントで生まれ、1970年に浜出高校を卒業した。1974年に空軍士官学校で航空宇宙工学の学士号、1985年にカリフォルニア州立大学フレズノ校で機械工学の修士号、2003年にミシガン大学ロススクールオブビジネスで、 経営学習士を取得した。マクモナグルは1975年にミシシッピ州のコロンバス空軍基地でパイロットの訓練を受けた。フロリダ州のホームステッド空軍基地で海マイナス4の訓練を受けた後、大韓民国の軍産空軍基地で海マイナス4、パイロットとして1年間の任務に従事した。1977年にニューメキシコ州のホロマン空軍基地に戻り、 1979年には、イマナス -15 の教官として、アリゾナ州のルーク空軍基地に配属された。1981年、カリフォルニアの空軍テストパイロットスクールに入学し、優秀な成績で卒業した。1982年から1985年まで、イマナス -16 の管制官及びテストパイロットを務めた。 1985年から1986年までアラバマ州マクスウェル空軍基地にあるエアーコマンドスタッフカレッジに通った後、エドワーズ空軍基地の第6513主検体で管制官として配属された。主に T-38 回イ4回イ15回イ16等で5000時間以上の飛行経験を持つ。 マクモナグルは1987年1月に NASA により宇宙飛行士に選ばれ3度の宇宙飛行で605時間以上を宇宙で過ごした。1991年4月の国防総省のためのミッションである STS-39 ではミッションスペシャリストとしてスペースシャトルディスカバリーに登場した。8日間のこのミッションでは7人の乗組員が 遠隔操作宇宙船を展開、操縦、回収し、地球の大気中の自然現象と誘発現象の両方の研究を含むいくつかの科学実験を実施した。1993年1月には STS-54 で操縦士としてスペースシャトルエンデバーに登場した。6日間のミッションで TDRS を展開し、拡散 X 線分光計を用いて、 厚星 X 線についての情報を収集した。1994年11月には STS-66 の船長としてスペースシャトルアトランティスに登場し11日間のミッションを引いた。1996年1月、マクモナグルはスペースシャトルと国際宇宙ステーションを支援するための宇宙遊泳に使用される宇宙服と ツールに関連するすべての NASA のリソースを管理する新しい船外活動プロジェクト室を設立する仕事を割り当てられた。この部署の役割には将来の宇宙探査を支援する新世代宇宙服の研究と開発の計画も含まれていた。アリゾナ州フェニックスのジャニス・モートンと結婚しており、二人の子供がいる。アリゾナ州通村に居住している。ありがとうございます。